この動画は JR 北日本様の提供でお送りします。 JR 北日本様の多大なる清きご常在のご寄進に心から感謝申し上げるとともに、当チャンネルが北海道の発展に少しでも貢献できるよう、これからも YouTube での活動を続けていきたいと思います。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。愛国駅は昭和4年11月2日に開業した駅で、この地に愛国青年団という開拓団体があったことに由来する。愛国駅は幸福駅とともに広尾線を代表する大人気の駅として有名であるが、愛国幸福駅が注目されるきっかけになったと言われているのが、昭和48年3月5日 NHK 新日本紀行幸福への旅で愛国から幸福行きの切符が放映されたことである。この番組は全国に放送されたが、内容は帯広市川西地区の豆農家にスポットを当て、十勝の開拓と豆作の歴史、豆ケーキ、冷害や凶作などに打ちのめされても豆作を続ける農民の姿を伝えたものであり、幸福のイメージとは程遠い内容だったという。放送から1年後の昭和49年春以来、一部マニアの間で幸福行きの切符が徐々に人気となり、愛の国から幸福へと切符に願いを込め、幸せへのパスポートとしてブームになった。恋人同士に、結婚式の引き出物に、企業や金融機関からの贈り物に広く利用され、500枚、1000枚と大量の注文が寄せられるようになった。愛国幸福が有名になった決定的な出来事は、昭和49年6月22日、帯広市のカップルが結婚し、幸福駅からハネムーンに旅立ったことである。この時の様子がテレビ局や新聞社に取材され、翌23日の新聞で報道され、25日にはラジオで放送され、また8月には NHK が全国向けで放送した。これをきっかけに幸福駅は一気にバズり、愛国幸福ブームは日本全国に広がった。大型の木製切符、実物大の鉄製キーホルダー、幸福駅と銘打った菓子類など、各種便乗商品が各地で売り出されるようになり、この手のグッズを見たことがある人も多いのではないだろうか。なお、関連商品で最も高額と思われるのは純金製の切符で20万円である。昭和53年には NHK 銀河テレビ小説、山田太一脚本の幸福駅周辺のロケが行われ、7月31日から全10回にわたって全国放送された。あらすじは、歌手を目指す愛国駅長の娘初江が東京へ旅立つまでの話である。初江は地元農協に勤務し、夜は帯広のスナックで弾き語りをしていた。初江の父親は妻を亡くして初江と二人暮らしであり、娘の初江を地元青年と結婚させたいと考えており、初音のことが好きな地元農業青年の本間光一と宮口博士に、娘の心を掴んだ方に嫁をやると話し、娘の東京行きを止めようとする。この時点でかなり昭和時代を感じるストーリーではあるが、結局初江の決心は固く、初江は東京に行くことになる。
放送9回目の幸福駅のシーンで、地元農業青年の宮口博士に、俺たちが東京にはなんかいいことがあるような気がするのは、他の土地の人が幸福駅にいいことがあるような気がしてくるのと同じではないだろうか。みんなでよその土地にいいことがあるような気がしているだけで、本当はどこへ行ったってどうってことないんでないだろうか。自分のいる土地でしっかり働くのは一番幸福なんでないだろうか、と語らせている。確かに東京でも北海道でも、平日は朝起きて仕事に行って帰ってきて風呂に入って寝る、休日は平日の疲れを取るために寝るというサイクルは同じなので、それなら給料が良くて生活費の安いところで暮らすのが一番ですよね。愛国幸福の領域が再びテレビで紹介され、こうして愛国から幸福行きの切符ブームはさらに加速した。広尾線は知らなかったが、愛国駅や幸福駅のある線といえば、本州の人でもすぐにわかるというほどに有名になった愛国駅と幸福駅だったが、国鉄再建法には勝てず、広尾線は廃線となってしまう。しかし愛国駅、幸福駅ともに廃駅といえども、観光地としては令和の現代においても現役であり、第二のハウステンボスと期待されたグリュック王国が早々に廃業する一方で、十勝を代表する観光スポットとして確固たる地位を築いている。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。2026年5月です。駅、いよいよ広尾線の中でも最もメジャーな駅の一つ、愛国駅の方に向かっていきます。ご搭乗ありがとうございます。十勝の農村を、こんにちは、ベルト着用された並びの座りの間は常にシートベルトをお締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated。 ここでちょっと、下り坂になります。広尾線もこの坂一応登ってたんでしょうけど、ちょっとね、広尾線の廃線跡がどこなのか今一つわからない部分っていうのはあるんですけれども、左側のあの森林の裏とか広尾線跡だったのかもしれないですね。この辺は開拓が進むまでは地面の森林地帯だったっていう話ですけど、今となっては一面の畑ですね。食料自給率 2000% でしたっけ、忘れたけど、まさに農業王国の価値、日本の食料基地という感じがする、この広大な農村です。まっすぐな道、どこまで行っても変わらない風景、青い空、白川並木、十勝ですね。十勝といえばこんな感じの風景ですね、個人的には。次の駅は、愛国駅ですけども、その前に左側に愛国小学校という、小学校があります。もちろん今でもやっている現役の小学校です。廃校にはなっていません。愛国神社っていうのがここにあります。出雲大社の系列だそうです。初めて知りました。愛国神社は、出雲大社の、系列だ。
鉄が廃線になったルートと同じルートに高速道路ができるっていうのは結構ね、ありがちかなと思います。この広尾線もそうですし、あと日高本線なんかもそうです。まあ、留萌本線もそうなりそうです。そして、愛国の、集落に、入ってきました。もうすぐ進んで左側ぐらいに、愛国駅があるはずです。この辺じゃなかったかな。まあ、愛国駅はね、今でも観光名所なんで、しっかりとここに看板が出ています。一時停止ですけれども、これを左に曲がると、愛国駅、すごいですね。まあ、駅前商店街完備、農業用倉庫完備、お土産物ショップ完備で、もう完全にもう現役の駅ですね。まあ、駅としては廃止ですけれども、観光施設としては未だ現役といったところでしょうか。駐車場も完備されています。列車が来ないとは思えないレベルの高架駅です。はい、それでは現地調査の方を行っていくことにしましょう。はい、旧国鉄広尾線愛国駅の駅前にやってきました。駅舎は今でも現役の駅のような完璧な整備がなされていて、現在は交通記念館として駅舎内は活用されています。広尾線沿線を代表する観光スポットで、ここにはラバーズサンクチュアリ、恋人の聖地と書かれています。恋人の聖地として整備されている愛国駅前には、石造りの愛国から幸福行きの切符も完備されています。駅前にはですね、公園が整備されていまして、池があるんですけれども、この池もまたハート型になっています。どこまでも愛にこだわる愛国駅といったところでしょうか。向こう側の池の形もハート型ですね。ハートとハートが水路で結ばれている、そういう駅になっています。それでは愛国駅ホームの方を見ていきましょう。ここは愛国駅のホームで、周辺の住宅は結構新しめで、帯広市の新興住宅地として開拓が進んだようです。駅構内は芝生が張ってあります。ここには駅名標がありまして、隣は大正と北愛国となっています。幸福駅との間には大正駅があります。旧国鉄広尾線ということで、もう廃線から久しいんですけれども、とても廃線の駅とは思えない現役感バリバリの駅です。駅舎内は交通記念館となっていて、貴重な展示が多数表示してあります。普通運賃表、発車時刻表も完備してあります。当時の物価がよくわかります。この石が埋め込まれた柱が豪華ですね。そして壁には所狭しと人々が置いていった切符やら何やらが貼られています。広尾線の略年表も完備してあります。上の方までいっぱい大きめの切符が貼られています。この駅がいかに愛されているかよくわかります。ここには駅員のマネキンと、あとは広尾線が現役だった頃の各種写真が展示されています。私の旅スタンプ台には夏空、広瀬すずさんのポスターが完備されています。こちらには広尾線が現役だった頃に使われていた貴重な資料も展示されています。それではホームの方をもう一度見ていきましょう。ホームには蒸気機関車が整体展示されています。
線路は1本だけ残されていまして、そこに蒸気機関車が展示されているという状態です。ちょっと逆光になってしまって駅舎が暗くなってしまっています。愛国駅に展示されている車両はこの蒸気機関車1台だけです。古き良き国鉄時代を思い出させてくれる蒸気機関車ですね。青空と相まって明るい農村という感じがします。こちらには蒸気機関車9600型、蒸気機関車の説明文が書かれています。ここには駅舎以外にも休憩できるように休憩スポットも完備されています。それではもう一度愛国駅駅舎内の方に戻っていきましょう。この愛国駅には多数の資料が展示されているんですけれども、私も同じ資料を持ってはいますので、見たいという方がいたらですね、リクエストいただければ個別に資料を展示します。そしてこれが愛国駅の駅舎全景像になります。塗装もかなり新しくて今でもバッチリ整備されていることが伺えます。それでは今日はこの辺で。